三重鉄道支波31系機動車三重鉄道支波31系機動車は三重鉄道が1928年3月に日本車両製造本店で支波31支波34の4両を製造した7 6 2ト、mm、ル機関用の30人乗りガソリン動車であるここでは近隣の四日市鉄道が同年7月に同じく日車本店で製造し 四日市鉄道の三重鉄道への合併骨遺版で三十35市三36となった同系社の時41時42を合わせて取り扱うこととする。1927年3月竣工のい、傘鉄道時1時2に始まり、以後1930年代前半まで、瀬戸内、東海地方を中心とする地方の中、小鉄軌道に大量に導入された。 自動車の動力装置を流用した一連の火車、本転生単単式機動車のうちの乗り合い自動車型車の典型例の一つである。当時のバスに倣って、側板下部を緩やかに絞り込んだ、軽量構造の反抗性車体である。窓配置は DD4 あるいは 4D1 で、運転台は半室式で車掌台側には乗務員扉はなく、 市派31市派34の乗務員扉は1枚、扉、G41.42 の乗務員扉は2枚折り戸客用扉は2枚折り戸そして前面及び鉱物場面は2枚窓で、前面窓上部には日よけが取り付けられていた。また G41.42 の方が市派31市派34より若干全長が長かった。新造時は、 当時最も普及していた自動車である T 型、フォードの動力装置をそのまま流用した。このためエンジンは、フォード T 変速機も、前身2段、後進1段で、優勢ギアによる常時、噛み合わせ方式を取る、独特の構造のフォード製トランスミッションがそのまま、搭載された。この機関部からの出力は、プロペラシャフトを介して後方に伝達され、ベベルギアと平らギアで、 方向転換と減速の後、同軸を駆動した。エンジンは、大枠全部に創価されていたが、ラジエーターの取り付けの関係もあって、自動車同様のボンネットが、車体前面に突き出していた。もっともこのフォード T エンジンは、入手が容易で整備面でも有利であったものの、鉄道車両の動力源としては非力だったのと、部品供給面で不安が出てきたため、1936年に、 ォード A に乾燥されている。その後、1939年には、シファ35シファ36が、大年装置を後部断面に設置。翌1940年には、シファ31がこれに習って改良系を装備している。台車は、型ボギー式で、全部を皮脂枠構造の軽量に軸ボギー台車とし、ウィングバネ式の軸バネで保持された後軸が、同軸となる構造であった。 いずれも当時の日車本店の標準設計品で、時空受けには走行抵抗軽減を目的として、ローラーベアリングがおごられるのが、標準仕様であったが、市派31市派34の全部台車に限っては、プレーンベアリングが装着されていた。収益後、市派31市派34マラッシュ時を除く、三重鉄道の旅客サービスのほぼ全てを一手に、引き受けるようになり、同時に、 列車運行本数の高頻度化を実現した。これに対し、当時電化していたにもかかわらずわざわざこの小型ガソリン動車を購入した四日市鉄道では、ほとんど稼働実績が残されていない。このことから、これらは将来の三重鉄道との合併を前提として、三重鉄道の四日市諏訪間への乗り入れ運転の実施、老朽化した小型二軸電車を心臓の 大型ボギー式電車へ置き換える過程での暫定措置、そして当時の社会経済状況を反映した経済運転のため、これらの車両を導入したと考えられている。事実、新型電車導入後2時41はそのまま、三重鉄道へ貸し出されて、支派31支派34と共通運用に充当されており、書類上、 始発41時42は合併直前の1930年に、三重鉄道へ譲渡され、市波35市波36となっている。大年装置の設置後、市波35市波36は、京ア稲ナスワ駅構内に設置された、転車台では展開できなかったため、ひなが八王時間運用に専用に充当された。その後は、三重交通への統合時に改版が実施され、 死波31死波34がな111な114死波35死波36がな121な122と改版された燃料統制に伴い早々と上実の大年化を実施したが性能低下が著しく結局内部八王子線は沿線に感謝があった海軍第二燃料省の資材援助と 関西急行鉄道電力部の工事で1943年12月に部分電化され、さらに1948年9月をもって全線電化が完了したことで不要となり、全車廃車された。一部は車体のみ、諏訪駅構内での倉庫、湯の山駅付近でのバスの待合所に転用されたが、その後すべて姿を消している。森信勝。 静岡県鉄道工房市224ページや、岡本則幸全国軽便鉄道失われた、ナローゲージ物語3001103ページでは、西円鉄道の車両と記載されているが、湯口通る、来年同社発達し、上巻150ページはこれを三重鉄道を支派31の写真と指摘している。この写真に写された車両は、全部台車の軸受けが、 日車製単単式機動車では珍しい平田、軸受けとなっており、三え機動し波31を映したメーカー写真の可能性が高い。主として T 型フォードが多用された、商標名をそのものズバリの機動自動車と呼称する。なお、単単式機動車とは機関を車端部に走過し、逆転機を持たず運転台方向に走行する、型運転台式の内燃動車である。 運用にあたっては、終端駅での方向転換を要し、デルタ線やループ線、あるいは、転車台の設置が必要であった。このため、操作方法は、現在の一般的なマニュアルトランスミッションを装備する自動車とは異なる。伊勢電気鉄道四日市区穴の延長工事に伴う四日市鉄道四日市駅諏訪駅間の譲渡と路線撤去に際し、 同区間の代替路線として一時的に、非電化であった同区間への乗り入れ運転が実施された。で 21K21 21から24。元東京市街鉄道ヨット1で 1372mm から 762mm へと約半分に期間を改めきして使用した。で50型で51で54。 三重鉄道で波に五十型を経て三重交通統合後の形式はも2210系。1928年、田中車両制。車体寸法が、三波31、派波34と比較してわずかに大きく、しかも後端部に大年装置を搭載したことから、転車台周辺の建築物と干渉する恐れがあったため、同駅での展開が不可能であった。これに対し、 同様に、来年装置を追加した、支波31については、車体長の短さからクリアランスが確保され、展開可能であった。名は、来年同社の略である。当時は、湯の山線を含め、三重線と総称した、内部線白駅周辺。当時、四日市市に所在した。ありがとうございます。